こんにちはフィフィですえ韓国では経済が悪すぎて若者の間に絶望感が漂っていますえ韓国は自ら命を絶つ人の割合が他の国々と比べてかなり高いんですがあこの数年で若者のケースが特に増加していることがわかりました 韓国はもともと自ら命を絶つ人の数が OECD 加盟国の中で最も高いんです。OECD の平均値の2倍以上にもなります。中でも9歳から24歳の若者の数が今急増しているといいます。でその理由なんですが心理的な問題が大きいんですけどそこに影響しているのが経済の悪化なんです。 韓国経済が悪化していることで、韓国では今雇用が減少しているんです。それが若者たちの気持ちを悲観的にさせていると言います。ちなみに韓国では、お年寄りが自ら命を絶つケースもかなり多くて、こちらは世界で一番高い数字になっています。年を取ってからも生活苦に追い込まれ、穏やかな老後を過ごせないとなると、若者は将来に絶望しますよね。 本来は韓国政府はこうした事態にしっかりと向き合って対策を取らなければいけないんです。で、韓国ではどれだけ人々が生活に苦しんでいるのか。まずはよく話題に上がる韓国の借金です。韓国は家計債務、つまり個人の抱える借金がとんでもない勢いで膨れ上がっています。韓国はここ数年のコロナ禍で金融緩和が続けられていました。 これはアメリカや日本が世界の景気悪化に対応するために異次元な金融緩和をしてきたからなんです。で、韓国はそれ以前から融資を受けやすい状況だったんですが、これに合わせてさらに金融緩和をしていたんですね。まあ、こうした背景もあって、韓国の家計債務は急速に増加していきました。 で2021年7月から9月期の韓国の家計債務は GDP に対して106%と過去最悪になったんです。アメリカも貯金をしないで借金をする人が多いんですが、韓国の借金はアメリカの比じゃありません。今年に入ってからももちろん高い水準が続いています。これ106%の家計債務って、 支質が収入を上回っていることになりますから、家計は最悪の状況なんです。韓国ではいい大学を出ても、コネがなければ良い仕事にはなかなかつけなくて、アルバイトを掛け持ちしてなんとか生活している若者も少なくないんです。首都ソウルでは生活を維持するのが難しくて、ソウルの若者の実に10人に9人は今、貧困状態にあるというデータもあります。 そのため、一部の若者は都市部を離れて仕事について生活をする道を選ぶというんです。まあこうした絶望感漂う中で、韓国の若者の間では人生一発逆転を狙って YouTuber や仮想通貨に興味を持ち始めた人が多かったそうです。 YouTube で生計を立てることは本当に難しいんですね。現実的ではないんです。だから多くの若者が仮想通貨に流れていったというんです。生活や借金の返済のために若者たちがビットコインなどの仮想通貨に没頭していくわけですが、これまた借金をして仮想通貨に注ぎ込んでいったわけです。ただ最近韓国はアメリカの FRB の利上げに合わせて金利をぐんぐん上げているんですね。 こうなると、借金返済の利子の負担も大きくなりますから、若者たちの生活はさらに追い込まれていくんです。まあ、このまま借金が返済できなくなって自己破産が続出すれば、銀行やその他の金融機関が混乱しますから、今後、韓国では金融危機が起きるだろうとも言われているんです。ただ、人生一発逆転を狙って、 韓国の多くの若者が借金をしてまで仮想通貨に注ぎ込んでいたのに、最近は仮想通貨の価値が一気に下落しているというんですね。ついこの間も仮想通貨の取引所である FTX トレーディングが経営破綻をしましたが、それによって韓国の個人投資家が購入した仮想通貨の価値も大きく下落したんです。大体いい仮想通貨はギャンブルのようなものなので、 そもそも借金をしてまでやるものではないんですよね。どうやらこの破綻した FTX の利用者のうち、韓国人が世界で最も多かったようです。まあ、今後もこの FTX 破綻で仮想通貨業界は不安定な状況が続くと言われています。そして今頃韓国では多くの若者がこうした事態に頭を抱えているでしょう。 まあそんな大きな借金をして仮想通貨をしないでコツコツ働けばいいのにと思うかもですが、まず韓国の労働環境が良くないと言います。もちろん財閥系の企業に入るなら別ですが、その他の企業はどうやら違うようです。その証拠に韓国は OECD 加盟国の中で最も平均在職期間が短いんです。 これ驚きました。韓国は平均在職期間がわずか6.6年なんです。で、加盟国の平均は9.4年。日本の場合は11.5年でした。また、ある調査では仕事に満足しているかという問いに満足していると答えた韓国人の割合は55%と OECD 加盟国の中で最も低いことが分かったんです。 韓国の若者は現状働いていても多くの人がその環境に満足していないので仕事を辞めたいと思っている人が多いそうですソウルには仕事を辞めるための学校まであるんですね、まあ、そんな韓国で今若者の間で節約ブームが起きているそうです、まあ、節約すること自体は悪いことではありませんただこれも 経済悪化の中で若者たちが節約することで工夫して生きているということなんです。これまで SNS では良いところで外食をしたり、レジャーを満喫している様子を投稿してきた若者たちが、最近はあえて質素に暮らしているのを見せているというんです。貧しいから節約しているんだよというのでは寂しいので、あえて節約ブームを韓国の若者たちが作り上げているということなんです。 食材を買わずに冷蔵庫にあるものだけで過ごす人たちも増えていますし、外食費を浮かすために弁当にしたり、カフェのコーヒーの代わりにインスタントコーヒーにしたり、不必要なサブスクを解除したり、通信料金の安い携帯プランに乗り換えるとか、まあそういったことをしているようです。 ただし、こうした節約もやはり一人でやっていると寂しくなるから、だからこそみんなで SNS に投稿して仲間を集めてみんなでワイワイ節約するのがブームだというんです。まあ、節約自体は悪くないし、その中で楽しみを見つけて盛り上がるのは良いことですよね。 まあこうした韓国の若者の節約ブームには企業やメディアも乗っかっているそうで例えば韓国では今、少食がトレンドになりつつあるそうです。一口で十分というキャッチコピーで人気を呼んでいる企業も登場していますまあ食品会社のキャッチコピーとしてこれでいいのかなと思ってしまうんですが、まあ、これもあえて韓国の若者の懐事情に合わせて企業がプロモーションしているんですよね 韓国のテレビや YouTube でも大食い系の企画よりも今は小食の人が出演するグルメ系の方が人気を得るようになってきたそうです。また、小食とともに韓国では最近お金を使わない、物を買わないというブームも密かに起きているそうです。以前は韓国でゴルフをする若者が多かったんですが、これもゴルフからテニスに変わったそうなんです。 ゴルフよりもテニスの方が安いからという理由なんですよね。ゴルフはコースに出ると結構金額がかかりますよね。ちなみにゴルフが人気だったのは株や仮想通貨などの投資で儲けた人たちがかなりいたからという理由だったそうです。ただ今は株も仮想通貨も大暴落していますからそうした交流の場も必要がないんです。 まあ、韓国経済が悪くなりすぎて、優雅なことを言ってられなくなった若者たちがたくさんいるんですよね。え最後にえ、韓国経済研究院が2021年11月に発表した体感経済苦痛指数分析によると、 15歳から29歳の若者たちが感じる経済苦痛の指数は27.2で2015年に集計が始まって以来過去最低を記録しました他の年齢層の経済苦痛指数の2倍にもなるそうですえつまり韓国の若者たちは他の世代より経済的に最も苦痛を味わっているということなんです さて、ここまでお話ししてきましたが、皆さんはどう感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せください。そして、フィーフィーチャンネルの登録もお願いします。